さて134回目英語の発音ということで、今日は週と日本語の週の違い、英語週、日本語週、一般的に英語のうーと日本語のうーの違いを練習したり説明したりしますね。相当英語ができるようになっているように思われる人でも発音が悪いために、結局通じない時があったりね、よくしますが、例えばね、まあシューズ、前後の関係でね、 目で見えるシューズを目に、靴を目の前にしてね、Look at those shoes って言ったらね、発音が悪くて Look at those shoes って言おうがね、 shoes と言ったらなんか 変に聞こえるけど、まあ目の前にシューズがあるから、あれのこと言ってんねんな、わかりますよね。それから前後の関係からなんとなくね、分かったりもする。ところがね、前後の関係いくら考えても、発音が悪いためにいくら考えてもやっぱりね、変に聞こえることがある。例えばの話、最近僕が聞いたので、ジョン・ F ・ケネディの有名な演説で We choose to go to the moon っていう演説があるんです。ここから始まるんです。 We choose to go、 1950何年かな、よくわかりません、1955年ぐらいかな、よくわかりませんけれども、だいたいその辺にジョン・ F ・ケネディがどこだったかな、ダラスかどっか知りませんけども、どっかでね、演説したんです。 We choose to go to the moon ってみんなに対して言ったんですよ。我々アメリカ人は月に行くことにするとか言ってね、でどうのこうのって、月に、ね、向かってロケットを飛ばして月に、着陸するということがどんだけすごいことか、我々はそれを目指して頑張るのだとか言ってね、ジョナス・ケネディが言うんです。長い、10分か20分ぐらいの長い演説ね。僕はこの YouTube 上でもその演説をちょっと朗読したことありますけども、そういうビデオを作ったことありますけども、ともかく We choose to go to the moon っていうふうに、なんていうの、検索すればすぐ出てきます。このジョン・ F ・ケネディの演説がね、全文読むことができます。だから、YouTube 上でもこの演説が聞けます、ジョン・ F ・ケネディが実際にどういう顔をしてこれを言ってるか分かります。まあ聞いてみてください。で、 We choose to go to the moon っていうのはね、正しい発音では We choose、 ここ気をつけてください。 We choose to go to the moon なんですよね。これを日本語式に We choose to go to the moon って言ってるけど、ね、何言ってるかわからない時があるんです。まあムーンと発音したって、まあなんとなくムーンって言ってるのかな、月って言ってるのかなってわかります。ところがね、こっちをね We choose という発音するとこういうふうに聞こえるんです。日本語式に発音されるとWe choose to go to the moon って言ってるように聞こえるんですよ。We choose, we はね、which, we choose, we choose, we choose がね、we choose に聞こえるんですね。We choose で、choose は ooze の代わりに ooze って言われると is って言ってるように聞こえるんですよ。だから We choose to go to the moon ってせっかく言ってくれてもね、Which is to go to the moon って言ってるように聞こえるんですよね。だから全然意味わからない、というわけで違う風に聞こえることがある。ここで重要なのは choose の U は唇を尖らして choose でね、最初はこういうように唇を思い切り尖らして練習する。でね、ネイティブの発音とかネイティブの口元を見てるとそこまでとんがってないかもしれない。でも彼らは慣れてるから唇をとんがらせなくてもちゃんと正確な発音ができるから、そういうね、いい加減な口をしてるだけで、慣れてない人はやっぱりね、僕らはもう口を
遠くから走って言った、いう練習をしてね。で、上手くなったらだんだん頼ませたらいいんですよ。最初はともかく、これですよ。Choose, we choose to go to the moon. Choose, ね。これに気をつけないといけない。週、日本語、週、週、たるんでますね。週、週、英語、週、週、口は常に緊張してます。週、ね。女の人と前でやると、女の人がね、嫌がるぐらいに唇を尖らして、ね、相手にキスするかのように言わないといけないんですよ。ですからセクハラ式に発音しないとダメなんです。シュー、シュー、綺麗な女の人に向かってシュー、シュー、でこれは日本語式にはシュー、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 ブーツ、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 スーツ、スーツですよね。スーツ、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 フルーツ、フルーツ。まあ普段はこれ S つけないでフルーツとだけ言うでしょうね。でたまに S をつけるときはある、フルーツ、あるいはフルーツ、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 フルーツ。次、シュート、シュート、シュート。日本語、シュート、シュート、シュート。英語、シュート、シュート、シュート。シュの発音も前回やりましたけども、シュ、シュート。このシュの発音の時は、唇を尖らしてやるとうまく発音できる時があるから、最初は唇を尖らせながらシュ、シュ、シープ、シェッ、シェップ、シープ、シュート、シュ、ね。She sells seashells at the seashore. ね。シュート。次、do ね。do, do. 何かを行うと言えばいいな。do, what do you do, how do you do, do ですね。日本語式、do, do. たるんでますね。do.たるんでるのが日本語 do, do. 英語 do, do. 次、cool, cool っていうのはね、cool っていうのはね、COO って書いてね、cool っていう単語があるはずです。あのね、cool, cool, 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 cool っていうあの、なんていうの、鳥がね、cool, cool, cool って鳴く時の、クークーと鳴くという意味の動詞だったと思うんですけどね、ちょっと覚えてない。クー、クー、クー。日本語、クー、クー。たるんでるでしょ。日本語はね、横にたるんでるんですよ。クー、僕、僕、僕とは言わないんですよね。僕、ブックス、ブック、ブック、クー、クー、クーとは言わないですね。クー、クー。クー、ドゥー、クーね。日本語、クー、ブルー、ブルー、青いという意味のね、ブルー、ブルー、ブルー、とんがってるでしょ。これが英語の発音、ブルー。日本語、ブルー、ブルー、ブルー。英語、ブルー、全然違うでしょ。ブルー、英語、ブルー。というわけで、実に簡単な話でした。というわけで、これはもともかく第二の転生になるまで、Second Nature というんだったかな、第二の転生で。Until that becomes your second nature, you have to keep practicing. You have to practice and practice and practice until this.Pronunciation of shoe, boots, and suits, and so on become part of your second nature. というわけでね。
第二の天才になるまで思いっきり練習しましょう。なんてね、偉そうなこと言ってますが、すみませんね。別に偉そうなこと言うつもりはないんですけどね。というわけで、今回はこれで終わりです。さようなら。